おはようございまーす。ティダと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。かき氷のコスパってどうなんでしょうね、実際問題。かき氷って言えば、なんか氷崩してガラガラガラってやるじゃないですか。あれって、屋台で出てるとかさ、あるじゃないですか。250円、300円。なんだろう。氷の原価だって、スーパーに売ってる氷、ね、板氷とかを、ま、機械でやって、で、シロップ入れるだけ。どうにもね、私割り切れない部分がありまして、かき氷。でも、この前電気屋行った時に、やたらめったらかき氷の機械置いてあって、大体は9000円くらいするんですよね。そこまでしてっていうんだったら確かにそうかもしれんなぁと思うんだけど、俺は屋台、夏祭りとかに屋台のかき氷はマジで信用してません。先日まで EX 界紹介していましたのはね、合体モンスター元祖、怒りの魔人。そして今回は、2の合体モンスターの元祖。そう、2からやってきた。ドラゴン3体合体、最強のドラゴンと歌われたさ、その実力、見せてもらおうかと、参ります。ギガントドラゴンの登場です。あーん、こういったね、なんか最強のドラゴンって言われてるから大丈夫やって。絶対劣化してる。2のアーケードが始まって直後です。こいつが出たのは。確かにすごかった。今までの合体モンスターは大体高くて HP がね、2400とかあったから、そんな中あれだ、2900という HP にちょっとね、やばいんじゃないかという衝撃的なものを押し付けた存在でございます。特にね、攻撃面も高くてヘビークローの、ね、威力がすごいからね。だから、初見殺し感がすごい。正直暗黒のマシンか。暗黒のマシンみたいな感じの初見殺しがあったよね。HP 高くて力が高いっていうタイプの。いいね、着地10点。さあ、とりあえずですね、行動が非常に遅いですね、こいつ。暗黒の魔人みたいなもんですよ。てか、暗黒の魔人だよ、実質的に。さあ、行こうぜ。ギガントラゴン、行きます。必殺ヘビークロー、行くぜ、行くぜ、ほら、行くぜ、やる、480点のか、お前。さらに、パワーがみなぎる、行くぜ、行くぜ、ゴリ押しやろ、お前。打撃耐性の上から409出てんなら十分だろ。どっかでクソザコンボよりもよっぽどマシに見えてきたよ。あ、間違えた。なんで俺光玉使ってんの今。間違えた。まあいいや。まあでも、本当に2000、ね、2の主人公が出て、まあインフレを予測してたんだろうね。主人公によるインフレってすごいんですよ、やっぱり。お、来た！熱気が口からこぼれ出る。口からこぼれ出るギガントブレス。さあ、クリス行くぜ！弱っ。もうどっかの鬼コンボ。ブレスは何なんだろう。あのさ、ブレスって何なんやろね。なんかさ、なんで弱いんやろね。合体モンスターのブレスって大体。合体モンスターのブレスってさ、なんでこんなに弱いんだろうな。どっかのね、コンボといい。ぶっちゃけ言うと、こいつの使用感覚は、あいつと一緒っすね。割と泳ぐ丸の例のコンボと一緒っすけど、なんか個人的な感想は。もうセブンでもなんか大してなんかちょっとした雑魚でしょ？なんかお前、なんか大してなんかあったっけ？なんかバギークロスとか使ってよ、もう。まあ、賢さ的に無理だけどさ、バギークロスとか使ってくれてもよかったんじゃない？さあ行きます、とどめです！行きます！行くぜ！ヘビークロー！パワーがみなぎる！重力の一撃！行くぜ！おら！うおおおお威力だけは本物。まあでも考えてみてくださいよ。合体元は何ですか？あの耐性が優秀なね、耐性優秀族、威力も技の威力も高い、ステータスのバランスもいいね、ドランゴ、ダランゴ、キランゴですよ。ドランゴではないよ。一匹ドランゴにしちゃったな、俺間違えて今。なんで今ドランゴって言っちゃったよね。ね。ドランゴ、お、来た！行ったぞ、行け！行け、重力の一撃、ヘビークロー行くぜ！うわぁ、行くぜ！いけ！今度はどうだ？重力の一撃！パワーがみなぎる！いいってお前！そう。そのね、3体の強いドラゴンがね、合わさってるんでね。普通に考えれば合体したら絶対強いはずなんですけど、まあ、なんだろうね。悲しい、
かな、ね、2の合体初期のね、悲しみを背負っているというか、てか、光る玉で良かったんだな、ある意味、そういう意味では。もう多分これ、このままだと競り負けますんで、スライムごときに。もうスライム軍団に競り負けますよ、こんなになってたら。ちょっともうこのターン適当に死ぬようで終わらせましょう。シュッと！よし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 。まあもうこれで、もうとどめ打っちゃいましょうか。しゃあないんで。この使いづらさはオリコン棒並みだぞ、お前。まあまあまあね。そうそう、こういうミラクルフラッシュとかで幻になったりするんよ。ね、まあまあまあ、仕方ないと思う。それは、それは意外と合体モンスターは仕方ないですよ。パワーがみなぎる！行くぜ！当たったんかい！おら！当たったんかい！いけ！重量級の一撃行くぜ！パワーまあ、暗黒の魔人みたいなもんだよな、本当にお前。なんか暗黒の魔人はさ、なんだろう。ドラゴンにしたらいいタイプだよね。うん。あの弱点とかもそんな感じだしな。うん。最強のドラゴンって言ったら、こいつ出てきて欲しかったな。どうも、ダースドラゴンの親父です。いけー、ダースドラゴンの親父ダースドラゴンとキースドラゴンとかドラゴン禁止はあんなに強いのにな。どこで間違えたんだろうね、なんか。お、これはちょっと面白い戦いになりそうじゃないか。ピサロでしょ？ってことは、ね、大会モードで、なんだっけ、鬼コンボ。鬼コンボどうなってたんだっけ？ね。いや、2の合体モンスター同士、どっちが優秀かをはっきりさせるようできたな。確かに。これで勝ったからさ、ぶっちゃけ個人的に、鬼コンボ最強伝説あったじゃないですか。ギガントドラゴン最強伝説だと、素材が強すぎるわけですよ。まあ。素材がめちゃくちゃ強かったわけですよね。うん。だから、これは素直に言うと、オリコンよりこいつは強いと思う。うん。まあ、あの、普通の素の威力、技の威力も高いしね。うん、HP もね。おお、うわウルトラサンプル強いじゃねえか、お前。いや、ウルトラサンプル強いじゃん、お前。あれそう、力の通知と威力係数が違うんだよ。確かに、ギアントダゴンよりオリコンの力は高いよ。でも、ヘビークロード威力係数の関係で、会心打点は、こちらの方が上なんですよ。だから、正直、オリコンより圧倒、まあ、強いんじゃないかな ?2 の途中に出たやつより?2 の途中に出てきたポットで、オリコン、うん、より、こいつの方が強いんじゃないかな。こっちの方が、おデブチン同士の熱い戦いってわけだ。まあ、譲れないもんがあるんだよ。俺にもな。頑張れギガドラゴンパワーがみなぎる！うん、いい、いいぜ！うん、いいな！見ていて気持ちいいよ。うん。威力も高いからね。やっぱ合体もさ、こうじゃなきゃ。な、命中率低いとか、威力低いとかさ。もうええねんな、そういうのな。うん。今、そういう時代終わったん。まあ、終わらせたやつは本当におるよ。そういうのを終わらせたやつは本当におるけどな。うん、なんか人型あたりで。いけるよ。いくぜ！パワーがみなぎる！いくぜ！やっぱなんか、削り切りもできるっていうレベルになってきたぞ、お前。さすがだな。まあ、2のね、初期としてはね、かなり、敵として出てきた時も結構なんか、めんどくさい部類だったよね。いいよ、いいよ、いい感じだよ。じゃあ、光の玉して、素直に行きましょう、素直にね。愚直に勝ちましょうや。オッケーオッケーいいよ。まあまあまあ。まあ大丈夫大丈夫。まあ食らってもせん。まあでも鬼コンボもそんな感じだから大丈夫。おお！おお！鬼コンとは違うかもしれん。なんでや？あ！口からこぼれてるー！ギガントブレス！弱いっていやー弱点取って650でか。一体どないなってんやろな、ほんと。ダースドラゴンの親父お願いしますワルスタッシュを呼んだかいけお前出てきてくれよ、頼むから。お前カード貸してくれよだって一発で3000与えてくれるんだよ、このドラゴン読めば。最強のドラゴンの、そのまた最強のドラゴンだよ。見えねえピザロ見えねえギガントラゴンが、いたずらにでかいせいでな。さあ条件はイーブンと言ったところか。うお赤目かいけるかギガントラゴンいけるか
いやでもこれさ、オリコンだったら確かどうなってたっけ。もうオリコン覚えてねえわ。なんかすげえことになってたもん。でも同じ緑同士じゃねえか。仲良くしようぜ。さあ仲良くしようや。まずは私のヘビークの重力の時期を受けてみろ。行くぜ。お前は爪の威力を負けてない。爪の大きさは全然負けてない。よく見たらな、体格は全然負けてないんだよね。いいんじゃない。まあまあこうでなきゃ大怪獣バトルだな、もうただの。ほら、さあ大事だよ。天地雷鳴拳って、暗黒雷鳴拳ってどうなるんだろうね。まあでも大丈夫でしょ。ギャンドラゴンはね、鬼コンボ、鬼コンボと一緒やな。なんなら鬼コンより今ひどいな。耐久に足りよったりもね、あの多分ね、どんぐりの背比べってこういうこと言うのかなって思っとる、ちょっと。ちょっとどんぐりの背比べっていう言葉の意味をね、今理解した気がするのよ。いけ、ヘビークロー。いや、でもお前は違うんや。お前はオリコンとは違う。もうパワータイプ多すぎるって合体モンスターに。まあ、リリかなっとるけどさ。え？ちょっと待って。大丈夫やんね。まあ。まだ大丈夫でしょ。まあまあまあ。最強のド、最強のドラゴン？あれ、最強のドラゴンが1400くらってるで。どうなってんのこれ。え？おー、そうだよね。そう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 。まあ、俺それ分かってやってるからね。うん。ああ、まあ5ターン目までね、うまいこと耐えられればいいんですけど、これちょっと詰んでません？いや、俺はあいつとは違うところ。ここからね、浄土の一撃を見せてやる。頼むぞ。期待してるよ。割と期待してる。うん。パワーがみなぎる。行くぜ。うい、うい、オッケーよ。うい、いいよ。いけるよ。いけるよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうちょっとここも痛いさ、痛いは引いて、そこから、なんかしよう。うん。おっと、相手の攻撃ははは耐えろ耐えろ、お前はドラゴンや。最強のドラゴンや。炎ごときなんぼのもんじゃ。うわぁうぅぅ何が1500や、何をふざけたこと言うとんの、お前。最強のドラゴンと聞いて黙っていられないっすよね。このゲームには竜の王たる王がいるじゃないですか。悪の決心、レジェンドボーン、そこそこそい竜王の登場です。やばいよ、もうキーザルゴンとダーストロゴンいるもん。もうなんかメンツが負けてるんだよな。合体しない方がいいってことを見せてくれるぞこいつ。多分合体元のダーストロゴン、キースドラゴン、共に優秀なモンスターですよ。すっごく。すっごく優秀なモンスターです。耐性高い、HP 高い、まあ、安定した性能を誇るんですよ。わざわざ合体しなくてもいいんですよ。それを教えてくれると思いますよ、彼らは。圧倒的にこれは負けるんじゃねえかと。いや、でもワンチャンヘビークローを、あーでもベギーラゴン。灼熱呪文ベギーラゴン。まあでもドラゴンにね、灼熱が効くわけなかろうてと。うん。さすがにいくらね、なんでもね。100ぐらい抑えてくれるんじゃないかな。おいああ、何が問題かっていうのは、キースドラゴンやダースドラゴンにあったら体勢が、おい、嘘、嘘例えば、ダースドラゴンやキースドラゴンにあったら打撃体勢、打撃体勢すらね、なくなっちゃいました。なので、こうなります。ボヨンボヨンやで、俺のお腹が。もうせっかく今までさ、竜の鱗で、ね、なんか、うおー、どこ行くねほら、あーもうほら、打撃体勢に阻まれてんもん、お前は。お前が打撃体勢に阻まれてんのよ。向こう、打撃体勢なんだね。おー、来た！弱点、弱点！俺行け！いいよー !511! いいよー、いいよー、まだ行ける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 。そう、優秀な属性体勢や打撃体勢が消滅しちゃったんですね、合体することより。ベギラゴンがね、だって300食らってる時点でもういろいろとアウトな気がするんだけど、俺。いろいろアウトだろ、それはもう。頑張れーちょっと。折り込む棒と同じような目に遭いそうやな、これ。もう、ここいる人がもう大打点だからね。わあははもう、あかんわ。キースドラゴンのさ、与えるダメージバーサス、ここいる吹雪さ、もうなんかダメだって、そんな。俺はもう、ま、同じダメージ出しとるやん。じゃああかんやん。合体しない方が強いっていうのを見せてるんじゃん、今お前。
ヒズを殴ってんのはさ、何の腹いせか知らないけど。ダメじゃん。キスドラゴンに全て負けてんじゃねえかよ。そもそもギガントラゴンって誰だよ。なんか、大してそんな強いモンスターじゃないだろ、お前。お前そんな大して強いモンスターじゃないんだよ。なんか、キスドラゴンみたいにラスボスの終盤で出てくるわけじゃねえだろ、お前。なんかそのあたりでポトレで出てきてバギクロス打ってくる連中だろ、お前。ギガントラゴン、お前何がしたいんだよ。頑張れよ、もう少し。弱いなりに頑張れよ。あと、ちなみに、まあ、今回は竜王なんで使われてないですけど、ギガントドラゴンってドラゴン系なんですよ。どういうことかっていうと、2900の HP があったところで、ドラゴン系にかまされてるんで、あんまり変わってなかったんですよ、実際は。耐久は。まあ、今回はね、それはないんですけど、ないにしてもだけどね。あ、でもワンチャンなんかありそうな、なんかありそうじゃない？逆に竜王にね、ドラゴン切り今から振りますから、こっちは。あれ、ワンチャンあるんじゃねえかな？なんか。なんかワンチャンある気がしてきた。さっきの1ピロリとかね。いや、いけるいける。ドラゴン切り、ドラゴン切り。ドラゴン切りしますね。そう。ドラゴン切りで、その後にヘビークローでポンポンポンで勝てるよ。さあ、お前がよく振るわれてたスペシャルカードだ。行くぞ！ドラゴン切り！これで 1080！ いいよ！さあ、ギガントラゴン、ここで走れば勝ちです。おっと？え？ここでじゃないんだわ。いや、耐えるよ。まだ耐える。乱数台 !3 で残った。ここ、ここ。あ。音氷結流の向きが、ギガントドラゴンを襲います。避けろ頑張れいや、まあまあまあね。無理や、思うてたわ。せ、無理やろうな、思うてたよ。だって、合体後が弱えんだもん。